と頑張らせてもらって。あまり無理しないように。あ、そうですね。はい。やっぱりこの勝利を捧げる相手、これは妻と娘、そして世界中の人々です。なぜかといえば世界中の人たちが地球の兄弟だからです。試合終わった直後ですけども、どうでしたか？やっぱり30キロ差があるから、大変パンチは重かったですよね。でもちょっとまあ、15年ぶりっていうことで。ちょっと軽くもらってたところもあったと思うんですけど。そうですね、試合感が全然なかったんで、いやー、ダメですね。まあ、できた方だと思いますよ。あ、本当ですか。はい、結構、こちらで見てる方も結構ドキドキしたんですけど。ですよね。真剣勝負ですもんね。そうですね。いや、最後の一発、かっこよかったですよ。ありがとうございます。ね、やっぱ、試合ならでは本当に、ね、生の試合の迫力が伝わってきましたけど。そうですね。いろんなことありますから ね。でも結構、まあ、左ストレート伸びたんで、はい、よかったと思います。いや、最高でしたよ、はい。ありがとうございました。今日ゆっくり寝れるんじゃないですか。そうです ね。はい。みんなと楽しみたいと思います。そうですね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。